弱いもん。では私は夕食を作ります。千歳さんのリクエストでオムライスです。あまねくんも好きですよね、卵料理。卵はいいもんだ。そりゃもちろん、あまねくんが選んでくれたものですから、心配しなくても大切にしますよ。私が困ります。子供みたいじゃないですか、ぬいぐるみと一緒に寝る。教えてくれないなら赤澤さんにメッセージを送って聞きます。実は千歳さんから教えてもらってやり取りしました。昨日だって写真を。やっぱり何でもないです。だから本当は子供なんて作るつもりはなかったみたいです。ただ一夜の過ちでできてしまった。私を育てるつもりなんてなかったんでしょうね。困るなら産まなければよかったのにね。見てるじゃないですか。どこまで見ないようにしてやった。本来の私は必要とされて。じゃあお願いしてもいいですか。今日のところは。お、うん、お、あまねくんと来てよかった。